エレイン・トンプソン・ヘイラは短距離走を専門とするジャマイカの陸上競技選手。2015年世界陸上競技選手権大会の200メートルで歴代5位の記録で銀メダルを獲得、また100メートルの歴代2位記録は保持する。ブラジルリオデジャネイロで2016年8月13日に開催されたオリンピック女子100メートル決勝において10秒71で金メダルを獲得。 8月17日の200メートル決勝でも21秒78で2個目の金メダルを手にし、8月19日の400メートルリレーでは銀メダルに輝いた。2021年開催の東京オリンピック陸上女子100メートルで金メダル10秒61でオリンピック記録を更新した。また、同大会200メートルでも21秒53のジャマイカ記録を出し、 金メダルに輝いた。これでオリンピック100メートル、200メートル2冠に連覇を成し遂げた。トンプソンはジャマイカマンチェスター教区バナナグラウンドの出身である。同郷の陸上競技選手にネスタカーターがいる。当初クリスティアナ高校で後にマンチェスター高校で陸上競技をしていたが、高校時代のトンプソンはセンスはあるが決出した選手ではなかった。 学生時代の自己ベストはインターハイ第2部に出場した際の12秒01で4位に入ったという程度である。2011年マンチェスター高校での最終学年は第1部への昇格が期待されたものの懲罰を受けてしまいチームを去らねばならなかった。高校卒業後は MVP トラッククラブのスティーブン・フランシスの兄弟であるポール・フランシスのスカウトで ジャマイカ工科大学に進学する。MVP トラッククラブの指導を受け、トンプソンの記録は着実に伸びていった。2013年にギブソンリレーズでシーズンベストとなる11秒41をマークし、インターカレッジでキャリー・ラッセルに次ぐ2位に入賞した。メキシコモレリアで開かれた中米カリブ陸上競技選手権大会で400メートルリレーに出場。 ジャマイカチームの一層を務め、チームは43秒58で優勝した。2014年、トンプソンはインターカレッジで初優勝し、ジャマイカ選手権でシーズンベストである11秒17を記録し5位入賞を果たした。イギリスグラス号で開かれた同年のコモンウェルスゲームズのジャマイカ代表に選抜され、400メートルリレー予選に出場した。 ジャマイカチームは決勝に進出したが、トンプソンは決勝メンバーには選ばれなかった。トンプソンの世界を舞台にした、快進撃は2015年から始まった。3月のインターカレッジで、再び優勝し、4月11日のユーテッククラシックで、自身初の10秒台となる10秒92を記録し、冬季世界最高記録を樹立した。キングストンで開かれたジャマイカ国際招待で、 ブレッシング・オカグバレア、アリソン・フェリックスを抑えて10秒97をマークし、世界を代表するスプリンターとして証明された。アメリカ・友人院で開かれた7月27日のブリフォンテーンクラシックでは、イングリッシュ・ガードナーと同タイムの10秒84をマークし、当時の歴代30位に入った。世界選手権代表選考を兼ねた、ジャマイカ選手権では100メートルへの出場が、 期待されたが、コーチのスティーブン・フランシスがストップをかけ、200メートルに専念することになり、5月に自己ベストとなる22秒37を樹立した。この活躍により100メートルと200メートルの2種目出場が期待されることとなったが、コーチのフランシスは2種目出場の準備は行っておらず、目下200メートルの出場に向け弱点のスタート練習をさせていると語った。 トンプソンは、ジャマイカ選手権で22秒51で、優勝、世界選手権の出場資格を得た。7月25日のロンドングランプリでは200メートルで、自己新記録となる22秒10をマークし、トリボーイや、キャンディス・マクグローンに勝利しただけでなく、マリーン・オッティが1991年に樹立した大会記録を塗り替えた。世界選手権本番では十一秒十六と、 前回大会の優勝記録を上回ったが0秒03差でダフネシパーズに競り負け金メダルであった。2016年リオデジャネイロオリンピックでは100メートルに出場トリボーイやシェリーアン・フレーザー・プライスを抑え金メダルを獲得した。続いて200メートルでも優勝候補と言われていたダフネシパーズを振り切って金メダルを獲得。 1988年のソウルオリンピックでのフローレンス・グリフィス・ジョイナ以来となる100メートル200メートルの二冠という快挙を成し遂げた。400メートルリレーではジャマイカチームの一員として出場、銀メダルを獲得した。2019年、元選手でコーチのデロン・ヘラと結婚、生をトンプソン・ヘラに改めた。2021年7月31日、 東京オリンピック女子100メートル決勝でフローレンス・ジョイナーのオリンピック記録を更新する10秒61をマークして自己ベストを更新し金メダルを獲得した。200メートルでは決勝で21秒53のジャマイカ記録を更新し金メダルを獲得した。これにより100メートル200メートルで2大会連続の2冠を達成した。 同年8月21日に行われた IAF ダイヤモンドリーグユージーン大会では世界歴第2位となる10秒54をマークして優勝フローレンス・グリフィス・ジョイナーが1988年に樹立した世界記録10秒49にあと0秒05まで迫った。ありがとうございます。